はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はですね、こちらのサクセスマウンテンですねの、お試しをやっていきたいと思います。今回はね、投手でまずはやっていきます。で、まあサクセスマウンテン自体は、2回目になりますので、細かい、ルールについてはちょっとここら辺見て、いただくとして、今回のボーナスを確認していきますと、まず、通常の特殊能力の特攻特殊能力がクイックと逃げ玉、そして金徳が内無双、そこから組み合わせボーナスですね、気迫の高投手ボーナスと火の玉ストレートボーナス、この2つを、取りに行く編成でやっていきたいと思います。じゃあちょっとサクセスの方へ行きましょう。というわけで早速編成の方から確認していきます と、こんな感じになってます。川瀬ちゃんがなんだっけ、有望果敢で、カオルちゃん復活で、今回通常のねノゴロウくん入れてます。通常のノゴロウくんで街道を取りに行って、眉村でハイスピンジャイロで、三田村くんで内無双で、博多アスネちゃんで、怪物球を取りに行きます。これで、さらに甲子園でなんだっけあれを使うとブレイクスルーを使うと、ジャストフィットが手に入るので、これで一応金徳7個に、なるのかな。で、まあ、この編成でいいところは、川瀬ちゃんがまず内角のコツを持っているのと、三田村君がクイックのコツと、逃げ球のコツを持っているということ、あと野五郎君とね、まあ、いわゆる茂の際で、クイックのコツが、まあ、さらに取れるので、まあ、できれば5とかに、していきたいかなと、思います。で、博多アスネちゃんはねちょっとテンションの関係があるんで、イベントが起こったら見ながら、やっていきます。まあ、レベル上がりきってないキャラ結構いるんですけれども、まあ、始まればね、レベルマックスで、使用できるみたいなんで、まあ、今回は、ちょっとレベリングはしないである程度半端な状態で来てます。じゃあ変化球からいきますか。ノゴロウくん何だった？もう一つ精神とかだった？まあ何でもいいんだけどさ、基礎能力は多分あんまり上げないかな。基礎能力上げるんだったら特能を取っていった方がいいのかどうなんだろうね。 C くらいまでだったら上げてってもいいと思うけど、ちょっとそこら辺の効率的なところがよくわからない。これどちら？下ローテンションでいこう。ローテンションで、で多分スタミナは、まあ、スタミナ練習で勝手に上がっていくと思うんで、あんまりスタミナには手を出さないで、どうしようかな。監督評価上げつつか、ノゴロウくんのコツ、まあ、コツはくれないと思うけど評価だな。だ特能はねなるべく数を取りたいんで、まあ、直撮りをするっていうよりはなるべくコツ3で掴んでいきましょう。ここでクイックがもらえて、今ノゴロウくんとか出番ないけどね、さっきのコンボ。体力を回復させて、でブレイクスルーじゃなくてなんだっけ、3回練習も、まあ、何回かはちょっと発動させておきたいので、三田村くんのコツを取りに行きますか。ここはコツをくれない。あースネちゃんいるね、ここやっとこう。緩急、こいつコツ何持ってるのか全然わかんない。例によって超久々だからな。コーチがおにぎり作ってくれれば3回いける。特製おにぎりを作ってくれ。よし、 OK。 ほんと優秀だよねここのコーチ。あ、体力が減らされる。しかし練習できる体力は残るかな。これ大丈夫そうだね。あ、 4% か。まあ、いや、やろう。あ、靴どうする？寝よ。まあ、ポイントは普通にくれるんでね。上でいいかな。上も下もよくわからない。もうタッグが組めんな。早い。おお。
三田村くんも、カオルちゃんも乗ってるか。のごろくんはまだ。筋力とかコントロールはね、多分編成的に結構技術推進はいけると思うんだよね。足りなくなりそうな。急速からいきましょう。しまった、緩急割と最近こういうボンミスが多いな。告白来たので俺も好きだよーんと。よし、重い球掴んで、のごろくんの金徳1回目ですと。コツがあるのでいきましょう。根性、根性も3で掴みますか。ブレイクスルーできるな。ブレイクスルーできるんだけど使った方がいいのか。いやー、どうだろう。3回練習を狙いに行くか。忘れないうちに緩急一応もらっとこう。あと根性、ここは普通にじゃあ3回練習やって次に何か来るかもしれないからね。いいタックが。また回復系か。これ結構回復するよね。うん、回復する。打たれ強さももらえるのか。さあ中ある。おー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 、普通おーおーおーとか言っときながら。変化球とかね、多分全然上がんないと思うんだよね。全然上がんないと思うけど、別に変化球いらないからね。まあ、試合である程度投げ切れる変化球があれば。うなずき、ジャイロボール投げたい。コントロール、おお、ダブルタック来てるか。ただメンタルで回復できるのもでかいけど、ダブルタックは捨てがたい。監督もいるしね。でここも経験点を取りに行きましょう。あーでも実際どうなんだろうね。テンポとか取ってもいいかもしれないね。ちょっとここはメンタルで回復します。まあ、メートルを伸ばすんだったら確かにテンポはありだったかもしれなかったな。スタミナってか前村スタミナか。コツ、どっちがいいんだよね。スタミナ直上げしていくっていうのもありだよな。ありだよな。どうしようかな。いずれにせよ人はいっぱいいるけど阿久津が乗ってないからね。前村でスタミナを上げていこう。で CD 買ったと。聞きたくもない CD 買ったからな。一般的なジャイロ、ここは体力減らないよね。ブレイクスルーができるのか。もう一回、もう一回スタミナを上げよう。で次ブレイクスルーかけられるはずだから、そこで3回練習だな。でこれはローテンションを守ったまんまでいいはず。まあいいか。スタミナ3回。でトシ君やる。これ緑毒の取れるよね。人気者とか。よし取れる。で眉村は普通に上でバントと。ここでブレイクスルーをかけるか。1人守備は一般人がいるね。一番下の人。臨床どれくらい必要だ。まあ守備は多分ちょいちょいやる羽目になるからな。ちょっとブレイクスルーをかけて、で経験点で見ていこう。あ、ここだな。まあ、経験点ってわけではないんだけど、経験点はあるに越したことないからね。おお、何にもあげてないけど何にもあげてないけど取れたな。あ、アスネちゃん来てねえじゃん。そもそもまだいっか。ここ寝るか。あ、来たんだ忘れてた。結構早めに来たんだ。で体力マックス。またスタミナがいけるな。スタミナもこれ反映されるよね。ちょっと適当に E にしとこう。
で、やっぱり技術精神が余ってきたな。クイック、あー取れるな。これ丸だけでいいんだよね確か、取るのって。二重丸系は低め直取りしちゃおう。で700か、まあ、700だったら溢れることはないでしょう。ちょっとスタミナを上げにかかろう。で、スタミナを伸ばすかってかみんなスタミナ不足だなこいつら。結構イベントが似てるね三田村くんと。大凶あー一応マイナスにはならないのか三田村くん。川瀬ちゃんがいる。6070くらい入るか、結構いいな。どうしようかな。ただ三田村くんのコツもな、欲しいからな。逃げ玉、よし逃げ玉は潰そう。またスタミナ系だよ。デッドボールの後に来る、なんだっけ、どうなったか調べる。よし体力回復。うん来ない。どうする、のごろうくんか。スカウトさんもいるけど、今回スタミナの直上げって結構いいと思うんだよね。反映されるよねちゃんとスタミナ S まで上げるとメートルに。反映されると信じて今上げてます。野村くんどうだろうね、切っちゃってもいいような気がする。身長盗塁ももらえるし、ここコントロール来てるか。ブレイクスルーは使えないんで、ちょっとまた特殊能力を見ていきましょう。クイック、いやもうこれで使んじゃっていいよね、大した経験点じゃないんで。変化球1個も持ってないからな今。さすがになんかちょっとフォークあたり3にしとくか。球速が速いわけでもないからね。コントロール、あー精神が、根性はもう取ったもんね。あと精神使うって言ってなんだ、緊急当番とかなんか使えそうだな。メンタルにコツがあるな。勝ち運取るか。尻上がりも取っておこう。逃げ玉勝ち運、緊急登板で、ブレイクスルーはさすがに案件じゃないのでまだ置いておきましょう。敏捷くれる、球速コントロールスタミナ、ここはじゃあコツ狙いでいきますか。そろそろ次でマックスになるか。全然デートしてない。後ろの方には置いときたくないからね。ちょっと待って、でももう次回復しとかないといけないのか、めんどくせえな。タイミングが悪い。草野くんと守備練でもするか。もったいない気がするけど。あーこっちはこっちでメンタル組めんのか。いやこっち、で三田村くんは真ん中にして調子安定だよねこれ確か。よしやる気は下がっちゃうけどしょうがない。でここは一回デートを消化しておきますか。7月とかにねデート残すとね、このブレイクスルーの調整がすげえ難しくなるんで、できれば6月までには終わらせておきたいんだよね。0点とかした。ちょっとまた見とくか。コントロール C まで上げると反映されるんだっけ。いくつ使う、いやめちゃ使うよ。めっちゃ使うけど 7m か。
なんだろうな、ちょっと試合のためにいいにはしておく。あと回復なんとなくで、野手も取ってく。じゃあ怪我しにくさなんとなくだけど、いやでも筋力意外に足りなくなるな。内野安打とか取れるんだ。悪球打ち安い。代打ヘッスラ、ホーム突入、満塁男も悪くない。サヨナラ男もいいんじゃない。で逆境も取ってくか。守備職人、あちょっと待って、臨床があれだから守備職人もちょっと置いとこう。いぶし銀もいいんじゃない。帳尻合わせ、あと気分屋、盗塁アシスト、よしこれで結構得能稼げたな。どっちがいい、こっち。筋力を使ってしまったからな。打たれ強さか。これ失敗すると、おお失敗した。体力を持ってかれるんだよね。経験点も減るし。あとはちょっと焼肉パーティーでヒットポイント回復してくれればいいけど。コントロール悪くない。変化球ちょっとくれるの助かるな。おお耐えた。焼肉パーティーが来ないんだけど、死んでしまいそうな気がするな。まあ、やることでもないからね。ちょっとメンタルでお茶を逃がしておくか。さてコツを取りに行くか。メンタルコツなんかある。緩急、勝ち運、根性取ったね。ブレイクスルーはこれでたまるか。一回で体力回復するでしょ。でここもダメ。経験点を取っていきましょう。スタミナ、イッチもいるのか。あこれやろう。ちょっともうブレイクスルー使おう。まあ悪くないっしょ。悪くない悪くない。スタミナ11とか半端なく上がるな。でキレも取っていこう。あと伸び系か。能力のイベントが進んでないのか。コツがあるのでちょっとやっていくか。よし内角ゲット。あーどうする。3回練習用にちょっとパート遊ぶか。で3回練習が終わったらブレイクスルー。えパキッた。まあいいや知らん。下げられたけどもうしょうがない。こんなのは3回練習も何もなくなったな。スタミナてか監督とお墓が全然上がってないではないか。で5月になる頃にはちょっともうデートを進めていかないとまずいな。コントロール体力減らすっていくか。あと前村何、あポーカーフェイスか。あ来た。まあ、ポーカーフェイスもね安く取れるからね。ここでブレイクスルー打てないか。もういいややろう。で次ブレイクスルー打ってあとはひたすらデートだな。どうここでいっか。一応守備も見てみる。まあ、大したことないね。あーこっちはこっちでちょっと技術がやっぱり半端ないことになってるな。さっきコントロール減らされたかな。もったいないけど使おう。すげえ減らされたなコントロール。なんかこいつもう終わってんな。野球人生が終わったな。よく練習するよ。でもなんかグレちゃうよね。ここまで重大なさ事故を起こしたら自分が悪いんだか。
誰が悪いんだか分かんないけど、そういえばレギュラーじゃないっぽいからコンピューターに任せたら試合に出れない可能性があるんだけど。とにかく監督評価上がってくれればいいよ。お、出た出た、よしよしよし。さてここからはちょっとデートをもう4回連続消化して、でブレイクスルーのゲージを貯めながらちょっと調節をしていきましょう。3回目、一応練習は見て3タックとかが来たらまあ練習するか、2タックとかだったらどうだろうね。これ内角、よし、ちょっと内無双取りますか。で伸び、街道を取る、筋力残ってるか、割と微妙だな。もう伸びとかあれだよね、どうせ1しかつかめないよね。ハイスピンジャイロ復活も取りたい、内無双バント、であとはデート。一回練習するか、一回練習してデートしよう。これは草野、一応敏捷はちょっと取れるときに取っておく。スタミナ、スタミナ上げとこう。今スタミナいくつ、ところで B か。ちょっとここからデートをして、ただまあノゴロウくんがいるからね、ノゴロウくんと練習するとゲージの上がりがめっちゃ早いからね。え、どっちだっけ、上、よし、怪物キウイ、うわ打たれやがった。いくつだ、街道が問題なんだよな。200か、まあ、技術はしょうがない、技術はしょうがないけど、ちょっと稼いでいこう。スタミナを上げながら筋肉ポイントを稼ぐ。あ、こいつまだ終わってなかったんだ。でコーチいるけど試合前だからね。変化球3しかない、フォークが3しかないけど大丈夫か。すげえ不安なんだけど、球速も超遅いからな、全く上げてない。しかしやりきるしかない、持ち前のスタミナで。あ、おにぎり作ってくれた。で先発だとか、僕もまあこんな怪我したやつを使うよ。ここはもう自分で点を取るしかない、まあ、この段階でねちょっとピンチャンやるのはめんどくさいんで。お待たせいたしました。10点取られても11点取れば勝てる、それが野球だ。取れない、いいね、よし自分で点を取ろう。悪球打ち、盗塁アシスト、ろくでもないのが発動してんな。大した得の音ってないからね。1番はやべ、カットボールなんかちょっと厄介だな。もういいでしょう、いいね、抑えた、よく抑えたなこの能力で。まあ、シラスが限界だな、次から何点取られるか。球速、変化球もいるけどね、まあ無理。体力回復しねえかな。
タイピン。タイピン覚えとく？でね、実はね、そういえばね、これ忘れてたわ。ビルドパーリング余ってるから持ってきたんだよね。メンタル、ビルドパーリングってどれくらい回復するの？できればちょっと、全然回復しねえわ。全然回復しないけど、カイドウトロ回復は戻ってあるんだよね。怪物吸引も取っちゃうか。そう考えるとやっぱり筋力が足りてないな。 12% までいったね。やろう。うわ、筋力くんねえし。これ筋力くれんだっけ。筋力くれたね。急速2上がるんだ。結構いいな。前村入れてるからか。急速2上がったって言っても133だからな。大した恩恵にはなってないよね。スタミナは S まで持ってきたいね。1ランク上げると何メートル？ 7 メートルとかだっけ。それ考えると結構でかいはでかいな。いや、まあ本当に7メートルだったのを出したけど、戸田くん悪くない、能力的に。海道は全体的に能力が悪くないからね。まあさすがに8番奥山くんとかはしょぼいけど。流し打ち、ヒット、ライト前ヒットになった。カイドウ1点リードを奪いました。こいつもね、なんか知らないけど特能持ってるからね。初球外れても、あ、そうだ、やる気が変わった。今見た、やる気変わったの。これで2アウト、ランナーは1塁。気分屋だった。いけ、アウト、セリア。頂点取られた。待って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 、西田君に変わってんな。2塁という場面で西田、決まったストライク。まずは見送りました。大学今日どっちもどっちだな。第3球を投げました。いや、打ってくれる、さすが。カイドウ追加点のチャンスを迎えました。捨てけるんだよね。アウトランナー2塁という場面で今日はここまで3打数1安打打ちました。パワー D やればね、調子が普通以上であれば。ちょっと不調とかになるとかなり厳しいけど、まあ、なんとかなる感じではある。で、ブレイクスルー使うのはもうダメだから、もうメンタルをやるしかない。なんか怖えな、負けそうな気がすんな。なんか負けそうな気がするから、もう使っちゃおう、ブレイクスルーで。急速、やっぱり筋力不足になってる。でジャストフィット、さてこれで取れるものを取っていこう。勇猛果敢はね、対強打者最後にくれるんで復活を取るでしょ。でジャストフィットも別に骸骨取れないよね。で変化球ポイントはやっぱりちょっと特能のために取っておきたい。勇猛果敢とかも変化球ポイント使うんで、もうこれフォーク3でやりきるしかない。フォーク3、タイピン取ろう。対左も取っとこう。特能でごまかす、自分の能力を。お待たせいたしました。やっぱり点取られんな。海道同点のチャンスです。おお、ノーアウトランナー一塁二塁という場面でスア。第2球投げました。ダメだ。ミートが小さい。ボールは中継。これでワンアウト。オタ君。ランナーは一塁二塁変わりません。ボール。第2球投げました。いや、これは正面に行っちゃったね。ちょっと。これでツーアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。投げました。初球空振り。絶対9だったんだけどな。え、前進守備かよ、やるな。5番か、薬師寺。まずは1点、うまくうまくミートしてくれれば持っていけるけど、開いていく。いや、強振で狙っていこう。常に一発を狙う。第2球投げた、アウトロー、ボール。第3球、ボール。投
げた。これ超える？ああいい守備だ。西田くん出てきた。絶不調じゃん。こんなやつ出すなよ。ここで出せよ。なんかいろいろ発動してるの超じり合わせ。初球から打てたクリーンヒット。海道ここで勝ち越しました。オッケー。あ投げ切ってるし。スタミナはあるからね。もうこっからは精神練習しかできねえわ。どう考えても。いやこのメンタルによってちょっと体力を持ち直してきたぞ。最後なんか練習できるかな。草野はいけるはずだ。第9ボール。力配分されてるよ草野。第2球お前舐められてんぞ。打ちました。いい当たり。ダイレクトで当たった。海道1点入りました。3対1。ゲットしなってやる気がないんだよ。やる気がなくてもホームランを打つ、それがトシ君。海道ダメ押しのチャンス。いつもパワーがなさすぎるからミートを開いてこう。めんどくせえから二塁牽制、二塁バントしようかな。第3球を投げた。超フライになった。超イカれてんな。投げた。ゲー。慣れないことはするもんじゃない。第9投げました。完全に外れた。ボール。3点差だからね、言っても。第2球投げました。ひっくり返るからな。打った。ダイレクトフェンスに当たった。海道1点入りました。6対2。あとしやる気ない割にはすんげえ打ってんな。佐藤今日2打打った。これはいいよ。まあ問題ない。最後スタミナ練習でドバーッとスタミナ上げたいんだけど、来ない。変化球、変化球はもうやる意味ないっしょ。ここだな。2パお、結構筋力くれんな。こいつもよくこの能力で投げ切るよな。9上げなきゃいけないんだ。結構使うね。筋力100くらい使うからね。100使ってでもメートルを上げるべきかどうか。いやー難しいな。これ結構緻密な計算が必要なポカフェス取っとこう。簡単に取れる。リリースも取っとこう。他なんかすっげえ楽勝に取れるやつある？そうそうないか。アウトロー級って意外に安いね。取っとこう。あとはまあ野手の特能とかに振っていく感じか。怪我しにくさとかもちょっと有毛化感が結構使うからね。それによって経験点がどうなってくるかっていうのがあるから、一応今のところはこれで試合に臨みましょう。おお、海道ここはなんとか追いつきた。薬師寺もやる気ねえな。ランナー二塁という場面で薬師寺、第3球を投げました。インコース引っ張った。ファースト左抜けるか。薬師寺ここは一塁。野手がねちょっと悩むんだよね。海道打ちました。初球ヒット。外国質だが、しました。なかなか用意できないからね。西尾今日はライトライナー。それを諦めるか。三塁線切れました。ファール。まあさすがにね、ちょっと今回のガチャを引く気にはあんまり慣れない。まああと例によってね、報酬がまだ分かんないんで、ミッキークラスの報酬だったら、うん、ちょっとそこそこやっていいやみたいな感じになるけど。第9投げた。もうまずはインハイ。第2球投げた。外角高め外れた。こういうのって運営さんはどう考えるんだろうね。多分ミッキーはいやなんか微妙だな的なあれだったから、よしじゃあ次はいい報酬出しちゃるぜみたいなあれなんのかね。ツーアウトランナー二塁という場面で初球を打ちました。一二塁。そんなことを言ってる間に負けてしまった。ドラフト2位か。しかもこれなんでさ、最後さ役割決めるとき監督が来てくんないの。
よし、ここで対強打者がもらえますと。しかもアスネちゃん筋力ポイント結構くれたね、まあ、経験点はねそんなに伸ばしてる方じゃないのでいいんですけど、これも丸系は取ってあるでしょ。で投手とポーカーフェイスはかぶってるから、勇猛果敢取りましょう。変化球ポイント使ってくもの、黒ファイトロー、用物書も取ってこう。急速安定は敏捷を使うのか、敏捷を使うのと手応えなんだよね。火消し、荒れ玉、速球対抗心。ちょっと待ってね、先制ストライクの方がいいの。安全圏もあんまり筋力使わない。これで一旦 OK で、野手チャンス、怪我しにくさ、広角打法、固め打ち、初球、どうしよう。リベンジ良さそうだな。ラッキーセブン上り調子、結構平均的になってきたな。あとはもう経験点との兼ね合いだね。広角打法は重すぎるからな。なんか固め打ち、意外性、競争心と、まあなんだかよくわかんない選手になりましたけど、まあ、こんな感じでね、ちょっと投手は多分この編成でいくと思います。野手がね結構悩んでるんですよね、という感じで、まあ、ちょっとサクセスマウンテンで実際は気が重いっちゃ気が重いんですけど、まあ報酬次第、ちょっと報酬でまたテンションが変わるかもしれないので、まあ、一応今のところ、投手はこれでやっていこうと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。